うなぎが泳いでるのがはっきり見えます。撮影のためにエアレーションを切っていますが、撮影が終わると必ずエアレーションを入れます。こんな感じでエアレーションが入ります。エアレーション、そうですね、水中の空気がなくなるとウナギが苦しくて水面にどん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 上がってくるので、ウナギが水面にいっぱいいるなと思った時はエアレーションを多めにしてあげてください。